はい、どうもおはようございます。桂春蝶でございます。おはようございます。塩田恵美です。ええー、あの、最近ちょっと一問でね、はい、ご飯食べに行こうよみたいなのがすごくなんか多くて、おーおーおーはい、まあ、うち一問の中でそういうやめちゃった人とか、なんかもう亡くなった人とかも結構なんかいてますから。はい、でも,も、直系合わせても七人なんですけど、うん、上はだってもう七十。あ、え。 六七<え>ぐらいなんの、もう、えー、あの、なんか、福田ジニさんって。あ、もう、それぐらいの年齢ですからね。そうですか。ええー、こ一番末っ子が僕なんですよ。はい。だから、末っ子の僕でも、四十一歳なわけ、なんですよね。ねうん、えー、だから、まあ、あの、どっちかといえば、あの、平均年齢高い一問なんですけど。 なんやろうねあのこのあ安集まってだから喋ってたら<ー>まあなんかこう面白いというか末っ子のポジションぴったりですもんね志音ちんさん。で <laughs> 僕はのすごいあ喜んで割にいじられていくタイプやから <laughs> そういう時って、はい、でなんかこうほらなんかその場によって、うん、自分が仕切らなあかん時もあれば。 だから僕ドドももければド M も、OK、なんでですすよよオーールマイティーですよねその場で一体何を求められてるのかっていうのは、うん、だから一問でいてる時なんかはもう完全に「はいいじってください」だからわざと間違えたりとか突、ええっ込みやすいようなそういうことをしてしまうんですよ、ねええ。でなんかお前も「意見言え」って言ってだから「わ」って言うててなんかもう、あのー「あのあごめん、ま、これば すみません間違えてますわとかって言いながらもなんかこうしてね <laughs> <ー>すごいやっぱり楽しいやっぱりなんかこう、ね、安心感っていうかホームってやっぱりいいよねえっ、うんね、そのあのええみちゃんのがなんか思うガチガチのアウェイってどんな時なんですかガチガチのアウェイもうそれはもう知り合いがいないところじゃないですかね一人も仕事上でやで仕事上で。 そそういうういことやわね、うん、そうです初めましてでお仕事をする時ですね、うん、やっぱり一番緊張するし、はい、空気読んでいかないといけないし、うん、やっぱそこかなでも僕ねだからあのそこにいたはる皆さんがあまりにもええ人だやから、うん、あの今すごくホッとしてるんですけどあの。 これ例えば既存のその劇団のところで、うん、まあちょっとなんかそこに入ってさ、えー、お芝居とかに出していただいたりする時とかって、はい、もうあの雰囲気出来上がって。 入っっってててるところにこう入っていくのってやっぱり緊張しますよで今もその状態で、あのー、7月のもうと今週なんですけど<ー>、えー、その声優の皆さんと朗読劇っていうのを、うん、まあ赤坂レッドシアターというところでやるんですけどそれ今お稽古してるんですがもうだん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 あの実は3つ版があって。 うん、えー、一つつはの「裏ボンエ」って言って浅田二郎さん原作の、はい、で僕はあの「ぎっちょんちょん」っていう名前の,、うん、あのタイトルで、うん、田辺聖子さんん原作のものもなんですね<ー>、えー、そんなふうに、えー、あともう一つは藤沢周平さんの原作のみたいな、うん、そういうので3つ半分かれてるんですけど最近なんか合同でやるとかっていうようなことになったりとかすると <laughs>、えーえー、もう全員もう仲間やねんな皆さんは。えー えー、あの青鬼プロダクションを中心とした人たちでもう全員仲間なんですよ、はい、だからもうキャッ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 言うてる中で私も角でもうなんか存在というかそういうのもうんかもう <laughs> 気配を消してシュッとかじっとしてるんですよ。えー、青鬼プロダクションの声優さんたちってみんな仲いいんですね。いいいいやもうすすっごいわきあいあいですねへえ<ー>まあごめんなさい多分。 今日出てる人らが一千級の人らばっかりやからかもわからん。なるほどね。そっかそっか。そういうのでもうここだけの話やけど。二千三千四千五千とかでな、いろんなライン引いてるとすれば。<laughs> 下の人ってなんか、あのすごいなんか。日神軍妬み村みたいなことやってる。<laughs> <laughs> 大変ですよね。そう、そうでしょう。ここは大変です。そういうのって、もうなんかあの、いや、僕は別にあの、うお金儲けとかそ考えてるわけじゃないですとか。あの。 いやだからと言ってまあ別にまあ表現したいかって言われたらそれもなんかよくわからないです。もとか。はいわかりましたっていうね。<laughs> もうお気持ちお察しいたしますよね。でもパッと言うてほしいよね。言うてほしい。仕事欲しいんでしょということかっていや仕事が欲しいか言ったらしんどいですしね <laughs> っていうよりも仕事欲しいです。<laughs> いですって空もやそらも好感持てますよね。そう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 。そ ねえまだそっちの方がまシしやと思う、ね、だからそのほら完全になんかもうすねちゃってみたいなそんな人らじゃないからないからやっぱりみんなやっぱり一線でやってる人ってやっぱ明るくて元気ですよそうですねでやっぱりあの心もしっかりしてますもんねしっかりし <laughs> 私社交的やわ何よりもだからそういうところが仕事に結びつくんでしょうねはいはいはいそうやと思いますね,そう,うすねそうやと思いますね あのでも僕はまあ言うたらなんか皆さんもあの気使わはるかも分からへんしへ<ー>僕なんかももっと気使うし<ー>えさ、ー、やけど稽古場って小さいからまあ言うたらもう本当に血管の中のもうヘ,ヘモグロビンみたいな状態になってもうすっごいもうみんないてる中でやらなあかん。 それでさ朗読って言ったってあんまり僕らもその朗読なんかやったことないやんかでも皆さん本を読みながら何かを表現するっていうことはもう全員プロフェッショナルで、はい、めっちゃうまいんですよもうそりゃんなのそう、ね、っていうぐらい,いもう最初の第一声の声から違うでしょうあの人たち、うん、あの方たちはもう表現素晴らしいですよねはいもういさあほんで僕あの番が回ってきたわけそうちの班の<う>ほんなら 僕のマイクのまあ前に、うん、あのたらこさん座ってはるんですよ、ね。えー、<laughs> ほんならんからそのたらこさんでちびまる子ちゃんそう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 ,そうですか、はい、へえ<ー>もうなんかただならぬ気配みたいなものをやっぱオーラを持ってはるからたらこさんあの人ねなんかあのー、もうすごいアーティストで。うん なんかあのー、言うたら、もう、なんて言ったらいいかな、ほらあの、振り付け師とかでめっちゃテンション高い人みたいなおるやんか、ええ、おるやん、よく。あんな感じやねえテンション高いんですかテンション高いです。いやそうですで、なんか、今日はこれはダメよとか、あの、例えば、うん、あのー、身内が必要以上に笑うの今日はやめて、みたいな。えうん。ええうん そそうそうわかあのねしょうもない劇団行ったらようあんねんあの稽古中にあの劇団員同士が笑うみたいな <laughs> あれほんであの <laughs> 本番迎えた時にあウ,ウケへんやん滑ってんちゃうねんでそれは。 普通なんですね。内訳であったわけですよ。なるほどね、普通やで、そうそう、普通、うん、普通やったわけですよ。うん、それがスコーン滑ったら、みんな狼狽するみたいな現象が起こったりすんね、あ,<ー>あれあ。なるほど。それであれ、過にわろたらあかんね。うん、だから、たらこさんの言ってること正解なんよ。うん、今日はあの、皆さん、絶対あのー。 必要以上な感じで笑うのやめてくださいねみたいなんで僕バーンと仕切ってはんねんか,かっこええのよ。ういいそういうのを一番最初に見てて第2版として僕らやから、はい、もうなんかあの僕なんかそこに座られてるだけで僕の存在がダメ出しされてるような気がすんねん <laughs> なんか。あそうですか。とにかくかもうあのうわわわわわてなかあのなんというか面白い髪型してしまうし。<laughs> ほんでなんかあのうまいことできひんかったわけやわえー、そう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 ほんならあの何やろうねでもねあれね僕らやっぱりちょっとなもう素人じゃないですかちょっとうまくいかへんかったりすると、うん、さあさあ俺こっからの話を今日したいんだけど、うん、ちょっと可愛くなっちゃうんやな、うん、僕のそのできなさ加減が。うんへー でなんかこうすごいなんか喋りかけてくれはったりとか皆さんがすごく優しくしてくれはったりとか、えー、でこの子はもう言うたらあのほらあのなあれ関西では僕らごまめっていう言い方、うん、そうそうあの、うん、関東でいうとこの味噌カスみたいな言い方があるらしいねんけどそういう感覚でなんかこう見てくれて、うんえー、あっこれあれやなと仕事の本番はちゃんとやらなあかんけど。うん だからちょっとぐらいほらあ,のあかんっていうのを思われることって人間関係円滑に行く時もあんねやなと。もう極極意意ですよね <laughs> 人間関係のボーリングで例えると一番最初にガーター出すやつって必要やん、うん、はいはいはいそうですね、うん、盛り上がらへんもんねそうそう,そうしかもなそれなあのこれが大事やで、ね。 明るくガーター出さなきゃいけないん、ね、あそうで,す、ね、で俺がほ、ね、んで僕はなんかもうめっちゃその時だからほ,ほがらかにしててかみ倒しとってんやんか <laughs> でだからなんかあの暗くない<ー>暗くないガーター <laughs>、はい、これが大事やね<大>事 <laughs> そこでめっちゃ暗く俊太郎なってたらなんかムカついてくるねんだんだん仕事をなめてんのかみたいな感じになってくる、はい、でもなんかね 明るくって言うともはしゃいでるわけではない。謙虚に明るく。ガーター出す。難しいけど大事ですね。謙虚。じゃないと、その。間違ってんのに、何はしゃいでんのってなっちゃう。そう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 。そこは微妙なラインですよね。なんか、それ、俺、なんか勉強しちゃって、その方法。最近。その稽古で。 いやそれはごめんあの失敗し,しようと思ってしたんちゃうでっ、うん、ほんまに失敗してんだ,よ <laughs>、ね、だけどその謙虚に明るくっていうのを心がけた際に人間関係が円滑にいっただもう次の日もうそのその合同の練習があった次の日に僕大阪帰ってきて自分の,あの、えー、会があったんですよ。はい 難波で、はい、えー、でも,も、これはもうホームなわけやんか。あ、そうですね。もう、バンバンしゃべる。<laughs> もう、ほんで、なんか、生き生きしてるから、うん、だから、なんか、こう、いい感じになる。うん、ほんでまあ、お客さんも、なんかそ、そう、そう、何の宣伝もしてへんのに、なんか、は、ちゃ入ってくださって。それ<ー>でもうそ、それも、ピャッと行こう言って。 でその,あのトリーホールのビルって下の徳屋さんってクジラ料理の店あるんか、はいはい、クジラ行こうクジラ!」言って <laughs> なんか,なんかあんまり知らん人も連れて。<laughs> すご<い> <laughs> ガ <laughs> ーって言って「<laughs> クジラとか食べたことない!」とかって<ー>なんかって若いあの谷崎の,あの芝居ショーに出てたあの劇団員のコラも来たからウ<ー>そのコろも連れて「かクジラとか知らんのクジラなんか食べたことないです」とかって「うんうん、いやまあこんなもんはノスタルジーの中で食べるもんであって <laughs> 僕ら子供の頃はよくこんなの食べてたりとかしたんやけど今食べられへんからな」とか言って、うん、なんかそれでわあ食べてで散々答えてほん、はい、で、えーと「じゃあ」言って、あのー「僕生産してくるわ」

周り全部消えちゃって。<ー>なんか俺、生まれて初めてなんか赤字の会みたいなのやっちゃったのよね。打ち明けて。五万五千。いや、それで二十人ぐらい、十人ぐらいいったらだけど。六人ぐらいやで。ああ、それはもう豪華なお食事ですね。いやいや、補体すぎてん、んあれ。なん、ね、かいけいけみたいな。あそっかやりすぎやね。ね<ー>でも、なんかもう、なんていうのか、あのストレスの発散具合。うん ねうん、だから人間ってやっぱアウェーとかホームとかっていうのを交互に繰り返すっていうのがええんやろうな<ー>、えー、そうですねうええー、お金は使ってしまいますね確かにね <laughs> で、まあ、僕美味しかったからええや言うてあ<ー>これまああのー、そのそういうのがあってね、えー、あそうやなこれはもうアウェーの場合っていうのは、うん なんかその、そういう極意でいこう。って思ってたか思ってないか知りませんけど、うんえー。これちょっとね、私初めての経験をさせていただいたんですけどね。うんえー、日曜日にね。はい、あの、いわゆる、なんかあのほら。クラシックの、あ。あれ、ちょ、ちょっと。あ、なんていうの。え、何、何ですか。え、ちょっと、俺わからへんだけど、あの。あの。ピアノがあって。うん、ソプラノと。うん バリトン、うん、の人らが歌うと、まあ、でも、クラシックコンサートと言いや、ええの。ああ、クラシックだと思いますよ。それは。うん、そうやね。はい、の司会やったんですよ。えー、あの、アゼリアホールといったの、池田の。はあ。ええ。ほんで。幸田裕子さんって。は,は,は,はい、はい、はい、はい。ごつ有名な人なんや。うも、ん、う、まあ、豊中の人なんやけど。ああ、そっか。うなんか、あの、東京芸大を首席で卒業した。すごい。うん リハとか聞いててもこの人自分の声でそのまま倒れるんちゃうかというような声出すよねあんな <laughs> そうすすごいですよね,ね反動でなんかクルンってか一回転してしまうんちゃうかっていうようなその人が椿姫をなんかこう。 歌われる、はい、で最初に、まあ「分かる歌」いうことで「中田義直」と「夏が売れば思い出す」とかそれからあのバリトンの方が福島さんという方やねんだけどね、うん、福島明也さんえこの方が、えー、山田耕作を歌うというて<ー>でそれの、まあ、司会であの出たり入ったりする、えー、わけです,よすごい僕は。<laughs> 僕だからのまずあのー、緊張してたんよね。なんか空気でしょ。<laughs> そのクラシックっていう空気感に包まれてしまったらそれはもう緊張しますよね。ねそ,そ,そ,そのもう千人ぎっちり入ったね。うわーすごい。でなんかね喋らなあかんことも多いね。うん、それチャリティーコンサートで、うん、緑のサヘル。 っていう運動がある,あるサヘルって何でっかと<ー> <laughs> それはアフリカにおけるなんかこう東西にこうベルトが走っててその砂漠がちょっとずつこう広がっていってるわけですよ。うんうん、でその砂漠をえ広がるのをえ食い止めるために木を植えていってるっていうようなあの団体があってそれが緑のサヘル。 でそれに対して支援を25年間繰り返してはる、えー、そのの砂漠にアフリカの砂漠に木を植えている日本青年たちを応援する会みたいなね<ー>そういうような団体の主催なわけですよ。それを説明するっていうまず落語家とかって何が苦手って <laughs> 正味真面目なことを言わなあかんのが<ー>せやから俺拾うのしか嫌やねん。あ の名前、新郎新婦の名前とかお父さんお母さんの名前とか間違えたらどうやら目に合うやんね。合います,ます、合、う、い、ん、それが、そういう時にちょっと隣にアシスタントとかいたら楽でしょ楽やけども一人や。一人やからそれ全部自分でやらないとダメ、ね、完全に一人で。ほんで僕一番最初にさそれでは歌っていただきますみたいなんで、ええー、かの有名な山田光介先生の歌を <laughs> <laughs> 違うかったかなよね。<laughs> <laughs> だやっぱ大阪のお客さんってすごいね。<laughs> あの最前列に座ってた。どう2区角ぐらいのあの二十人ぐらいの方が。<laughs> こうすけてって。なんか言わん。言つっこみ。こうすけちゃうわって。言うてしまった。<laughs> こうすけちゃうわって。言ってしまったら。<laughs> なんかすごい受けたんですよ。<laughs> はい。この僕。 ちょっともうめちゃめちゃ緊張してたから英雄ポロネーズって言うんですか、うん、英雄ポロネーズ英雄ポロネーズの時も、はいうん、俺ほんま,ま噛んでしまったんやけど、うん、あのチョパンと言ってしまったチョパンチョパンチョパンってなんでチョパンなんで からがそうやだけど俺も出てくるだけで爆笑になったんよ <laughs> <laughs> 出てくるだけでも出落ち感があんねん <laughs> 僕もちょっとなんかはにかみながらなんかこうだからおどおどしなから出てくるから余計になんかこう面白いって、もう僕何言うたってもう超大爆笑なんですよ <laughs> もう間違えることはなかったよでそこでわざと間違えるのはあざといしそれはいけないよだけど真剣にやってる上でのいやだからね、うん、思ったあの、うん、ちゃんとせなあかんねんけどちゃんとできることがいいこととは限らないよね限らない <laughs> だからちゃんとで真面目に明るくちゃんとできないことっていうのもなんかかわいげかしらいいやいや <laughs> 松田春長のバタフライエフェクト。<laughs>